やばすぎません、これ。大丈夫ですか、これ。愛知県で1、2を争うとこ、伊勢神トンネルって結構聞きますもんね。何回か実は来てるんですけど、はい、こんな夜中にはもしかしたら初めてかもしれない。ですよね、もう2時近くですもんね。やっぱ本当に怖いっすよ、これ。やばいっす。やばいっすよね。これは本当にもうふざけちゃダメなところ。ふざけちゃダメなところですよね。なんかやっぱ俺もこういうの信じない方ですけど、うん、まあ、ちょっと正直、まあ、怖いですね。ビビってます。うわー、出た、伊勢神トンネル。旧伊勢神トンネルです。怖い、もういちいち喋る声がねえ、何やるか怖いよね。怖いっすね。怖い、本当になってる。もうなんか上から雫も落ちてくるし、こんな感じだし、すごいですね。まあ幽霊なんか出てきたね。いやー、ここで幽霊出てきたのやばいっすよ。今後開けてないですか、この後幽霊出てきた。大丈夫です。私は1532年マシュマロを口に8個入れて窒息死した佐藤あかりというものだ。米で精一杯だったんだよ。私はこのトンネルで死んだの。ここに来る人々の右腕を私は刈り取るわ。右足もらってもいいから。いやでもお化け出ないっすね。出てほしくないっすよ。まあまあ、でも今日はちょっとお化けを撮ろうの動画じゃないですか。もう呼んだのラッパーさんですよ、ここに。ちょっとでも歌えるな。私は1112年に同じくだりじゃん。セックスをしてる間に後頭部をぶつけて死んだ鈴木奈々だ。鈴木奈々まずいだろお前。全国の鈴木奈々。あの後騎乗位にするつもりだったのよ。後頭部を打って死んでしまったのだ。帰ろバナナさん。さあ全国の男、私とセックスするがよい。この絶対滑るよ。あ、もう大丈夫です。いいですか。あ、そうです。カメラ止めていいですか。あ、もういいっすよ。あ、そうっすね。いや、もう帰りましょうよ。無理ですよ、無理ですよ、本当に。怖いっすわ。うわぁ、うわぁ、うわぁ。なんすか。ごめん、ごめん。本編より面白いですよ、こっちの方が。